じゃ。こんにちは。はい、豊さん。はい。今シーズンももう残すところ日本シリーズだけになりましたが、まあ、はい。そうしたところで、はい、来季のこう人事というか組閣が続々と、ね、うん、まあ、にね、うん、発表になってますけれども、はいはい、まず巨人ですね。うん、まあ新しい人も、まあ、コーチ経験者もということで。うん、まあ、入ってきてるんだけど、はい、まずやっぱりこう、まあ、目玉といえばさ、うん、亀井がどうするのかっていうふうなことを考えてたら、亀井義行39歳外野守備走塁コーチに就任ということで、はい、早速の、まあ、一軍だけどさ、はい、やっぱ原監督って亀井の守備を買ってるよね、うん、本当にうまいから。亀井もやっぱ幸せだね、ああいう指揮官に認められて、うん、すぐ一軍のコーチを経験できるっていうのはね、はい、まあ、それとやっぱこう人望というか後輩にも慕われてるし、うんうん、そういう意味ではいいコーチになるかなっていうね、期待感がものすごく膨らむで、はい、私の後輩だし、はい、中央大学、いやだから原監督が中央大学が可愛がってくれるんだよね、よくね、まあ、鍵谷もそうだし阿部慎之助もそうだしさ、はい、すごく可愛がってくれるから、まあ、ありがたいなと思って見てるんだけども、はい、うん、まあ本当に守備、まあ、一流だから、うん、まあ、そういうことを後輩たちに、まあ、伝授していくんだろうなっていう、うん、非常に期待感があるよね。はい、はい、次は小笠原、日本ハムから復帰、はい、二軍打撃コーチ、はい、ちょうど先日日本ハムを退団するということで発表がありましたが、ね、うん、まあ、巨人に来るということでね、はい、ちょっとびっくりはしたんだけども、ちょっとね、そうですね、ただね、それまで一軍の日本ハムではバッティングコーチとヘッドコーチも兼ねてやってたんだけどね、うん、小笠原のやり方ってルーティーンって、うん、ものすごくゆっくり準備をするんだよね、で一つ一つを丁寧にやるんだよ、はい、だから二軍に最適だよね。なるほど。本当にアーリーワークっていうかさ、はい、一番早くグラウンドに入ってきて一つ一つの動きを丁寧に体に思い込ませて、うん、バッティング練習とかに入っていくんだよね。だからそういう意味では二軍っていうのは、うん、やっぱゆっくり時間をかけてもいいから確実なものを育ててほしい、うん、そういう意味では二軍打撃コーチに来るんだけども、もう最適の人間だと思う。そうするともう日本ハムを退団っていうことになった時には、うん、みんながこううちに来ないかもしれない、可能性はあるよね、なったんでしょうかね。でも、まあ、原監督しか呼べないかもわかんないけどね。そうですね、うん、次に駒田、はい、59歳、うん、まあ、三軍監督になる、はい、これもね独立リーグの元監督経験者なんだよ。 それでやっぱ3軍ってさ独立リーグから入ってくる選手っていうのもたくさんいてね、うん、育成で、はい、でね、そういう選手の気持ちを分かる人が監督に就任したっていうのはやっぱここもやっぱヒットだよね。でこの2人は熱いしさ、ですごくハートのある人間が2人揃って2軍と3軍に来たというね、うん、だから非常にいい人事をするなっていうふうに思うんだよね、はい、駒田さんは、うん、2009年に、うん、横浜今の DeNA の代理コーチを退任して以来の MPB は、はいはい、うん、そうだね、ということですね。本当に久しぶりなんだけどもさ、うん、でもやっぱこう野球に熱い人間だし、はい、やっぱ独立リーグをやっぱ肌で感じてるっていうことが三軍の監督への大きな力になると思う。なるほど、選手の気持ちがやっぱ分かるから。そうですよね、それとやっぱ気持ちを大切にする人間だからさ、うん、だからそういう面ではすごくいい人事だなっていうふうに思うよね、うん、で大竹、はい、でやっぱ今年引退した、そうです、ね、まあ、38歳、はい、投手巡回コーチ、うん、まあ、いろんなところで原監督とすれば教えるんじゃなくて自分が勉強しろよっていうような形でやっぱり巡回コーチにしたんだと思うんだよね。なるほど。だから非常に行く末は、うん、いいコーチになるのかなっていう、うん、ちゃんとしたコーチにね、うん、ハマっていくのかなっていうようなことでおそらく巡回にしていろんなことを勉強見て回ったりだとか、うん、時に教えたりだとかしてくださいみたいなそんな感じだと思うんだよね、うん、で、はい、阿部慎之助、はい、2軍の監督から1軍作戦コーチへ、はい、まあ、もうこの人事はね、シーズン途中でやったけども、はい、やっぱ原監督が、うん、ヘッドコーチの時に長嶋さんについてね、うん、まあ、英才教育を受けた、はい、でやっぱり慎之助をそばに置いて英才教育をしようとしてると思うんだよね、うん、だからそういう意味では次への原監督の次への監督への、まあ、第一歩を踏み込んだ第一歩を踏み出した、まあ、そんな感じがするんだよね。うん、
ど、だからいい勉強してほしいよね、うん、まあ、原監督って言ったらやっぱりね名将と言われる、はい、で一番勝ってる監督だしね、うん、だそういう意味では本当に学ぶことっていうのはたくさんあると思うし、はい、だから新之助が順調に吸収して監督になれるような準備をしてほしいよね、はい、うん、そうするともう原監督と元木ヘッド、そして阿部コーチっていうような感じの、ね、まあ、トロイカ方式っていう、なんかね昔もあの藤田監督を助監督牧野ヘッドコーチみたいな、うん、そういう3人がやったようなそんなスタイルでやるのかなっていうようなね、うん、まあ、どういうスタイルでやってたのかちょっと分かんないんだけど、はい、だけどまあ風通しのいい ね、なんかそういうコーチ人事だなっていうふうに思うよね、うん、はい、で、宮本、はい、吉村、はい、まあ、57歳58歳、はい、まあ、フロント入りという、うん、まあ、これは縁の下の力持ちになるという、ね、まあ、現場から離れるというね、うん、はい、宮本なんかちょっと寂しいけどね、だけど、なんていうの、まあ、明るいキャラでね、うん、外からちょっと盛り上げてほしいなというふうには思うけども、はい、そして宮本がやってた投手チーフコーチに桑田真澄があるな、はい、53歳、うん、ね、まあね、やっぱ違うタイプのピッチングコーチだったから、うん、まあ、面白いっちゃ面白いんだけども、はい、やっぱこう責任がより重くなるという桑田がね、うんうんうん、だからやっぱ桑田のやり方が一つ上の世代で宮本がいると、うん、まあ、やりにくかった部分もあるかもわからないけども、うん、だけどこれでやっぱ桑田の色が出していけるという、はい、だからそういう意味では投手陣をねどういうふうに変えていけるか、これをちょっと面白いね、見ものだね、はい、じゃあちょっと今はね、うん、ジャイアンツの投手陣の立て直しっていうところが課題になっている、そうだね、あるあるね、あるね、うん、だからまあそれに、まあ、石井、相川、片岡っていう、まあ、片岡に行くんだったけどもね、うん、はい、まあ、対談という、まあ、片岡はなんか西武に行くんじゃないかっていう噂されてるけどね、はい、そして、もう一つのチーム、我が DeNA、はい、これがまたすごいよ、石井拓郎入ってきました、はい、51歳、はい、今ねちょうど対談ということでどこに行くか、ね、こちらですね、ああ担当見て、うん、何なんだって、とりあえず4度圏みたいな、どう思いますか、これはね、やっぱりね、うん、いろんな経験をしてるから、うん、どのコーチでもハマっていくだろうなって、うん、まあ3拍子揃ってた選手で3拍子ともなんか一流のプレイヤーだったから、うん、どこのポジションを、ま、任してもいいと思うんだよね、はい、まあまあ言えばヘッドコーチも任しても大丈夫だよ今だったら、うん、だからいろんなチームを渡り歩いて苦労して帰ってくる14年ぶり里帰り、はい、ね、ね、だからやっぱり OB とすればさ、やっぱこう自分のその我が家に帰るというような、うん、そんな感覚で帰ってくると思うし、はい、ね、やっぱりそのなんていうの、育ったとこだから、まあ、遠慮しないで、うん、まあ、こう楽しみながらコーチングをしてほしいよね、ね、まあ、担当未定だからどういう担当になるのか、うん、まあ、野手総合コーチかヘッドコーチか、うん、まあ、この2つのどっちかだろうなっていうふうには思うけどね、はい、ついこの間ね豊さんも直接お話しする機会があってね、そう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 、いろいろお話したと思いますけど、そうそう、うん、これからどんどん動画流れてくるけどね、石井拓郎のね楽しみですね、はい、で次に斉藤隆51歳、はい、これ同級生なんだよね、うん、投手コーチ、はい、ね、98年の V 戦士、はい、まあ、まあ石井拓郎ももちろんそうだけど一緒に戦って優勝してるという、はい、うん、まあ、メジャーまで経験をした ね、斉藤隆、はい、まあ、どういうコーチングになるか、うん、やっぱり三浦がピッチャー出身なんでね、うん、まあ、そこら辺よく話し合ってこう風通しのいいコーチングをしてほしいなと思うよね、やっぱこう三浦大輔もピッチャー出身だけにピッチャー見るときに自分のやり方っていうのが多分あって、うん、それをよく見といてほしいよね、斉藤隆にはね、はい、違うことを言ったら選手が迷うから、はいはい、まあ、そこら辺は気をつけてほしいなと思うよね、うん、はい、で鈴木孝則、打撃コーチ、うん、これも98年 V 選手、もう全部 OB なんだ、待ってましたっていうような、いやこれはね俺はねやっぱ楽しみだったね、他のチームっていうのはさっきジャイアンツの組閣を話した時に、はい、ほとんど OB じゃない、そうですね、うん、DeNA を見てるとほとんど外の人間というかさ、なんかそういう時代もあってね、なんかイメージとしては、うん、やっぱ自分が所属していたチームのコーチっていうよりか、まあ、コーチは、うん、そこにゆかりのある人っていうイメージがやっぱりずっとあったんですけど、今の、そうだよね、今は意外にその入れ替わりがあるよね、そのルールというか、なんかこう、うん、暗黙のルールみたいなものは
ちょっとなくなってきてるけど、部分はありますよね、うん、だけど戻してきてるよね、はい、なんとなくほっとしますね、なんとなくほっとするしやっぱチームに対してやっぱ愛情があると思うんだよね、うん、だからそういう意味ではコーチングもしやすいし、うん、やっぱ強くしようとする意欲というか、選手も一人一人丁寧に育てようとする。他のチームに行くとどうなるかというと、やっぱ勝負をしなきゃいけないっていうふうに思うんだよね、はい、だから焦りが伴うと思うんだけども、うん、やっぱこうやって OB が帰ってきてくれるっていうのはすごく心強いし、はい、うん、で相川亮司、まあ、これも巨人を対談したんだけども、ね、はい、今交渉中ということで、うん、おそらく近日中に決まるんじゃないかなって思うよね、うん、でも相川も OB だしさ、はい、もう OB が4人が帰ってくるなんて、はい、もう夢のまた夢だよ。もうなんかね、ね、なんかすごくワクワクしちゃう。なんかあれですね、こうコーチ陣っていうか、うん、そういった人たちも、うん、選手同様、ここを辞めたならうちにみたいな、ちょっとなんかこう、まあ、トレードじゃないですけど、まあ、そうだね、こう移籍というか、ちょっとそういう流れが頻繁に行われてるよね、最近ではね、目立つというか、目立つよね、うん、まあ、楽天で言えば雄平が引退して、まあ、石井がヤクルト出身だよね、はい、それでまあ2軍のバッティングコーチに呼ばれたりだとか、うん、それとソフトバンクを、はい、まあ、対談した立花が、はい、まあ、これ長いことバッティングコーチしてるコーチなんだけども、うん、楽天の一軍のバッティングコーチに呼ばれるとかね、うん、もういろいろなんかユニフォーム脱いだらすぐまたこうオファーがあるというね、はい、なんかさっきも一緒ね、対談して西武にみたいな声もあったりとか、まあ、そうだから、まあ OB を呼び寄せてるというか、まあそれはいいことだと思うんだけども、うん、だけどなんかこう変わっていかないというかさ、また新たななんか風を吹かしてほしいなっていうふうに思うんだけどもね、はい、まあ、だけどまあ、優秀なコーチはどこ行っても優秀な仕事をするということだろうね、はい、うん、まあまあ DeNA も非常に楽しみなスタッフになってきた、まあ、ここら辺は俺と一回り違うからね、まあ、犬年頑張れよみたいなねえまあまあそういうことで、まあ、来季の組閣をね、はい、まあ、足早に、まあ、ジャイアンツと DeNA で、話しましたけども、うん、まあ、みんな優秀なコーチだし、うん、まあ、対談する人は、まあ、お疲れ様だよね、うん、本当にね、そうですね、うん、まあ、やっぱりコーチっていうのは監督もそうだけども耐え忍んでるから、うん、我慢ずっとしてるから、まあ、ちょっとこう羽を伸ばしてね、まあ、次の仕事も頑張ってほしいと思います。はい、はい。